さんこんにちは。私新年一発目でございます。遅くなりましたが明けましておめでとうございます。おめでとうございます。1月17日に明けましておめでとうっていうことかつてない聞かないよね。で、先週すいませんでした、うん、お休みしてしまいまして、しっかり回復されたそうで、はい、そう、あの細菌性のね胃腸炎にかかりまして、はいはい、ちょうど、はい、今日ね、島村さんにウズベキスタンのね、はい、お話伺いますが、はいはい、今日の夜ねウズベキスタン日本があるということなんですけど、うん、あのトルクメニスタン戦で完全に私グロッキーになるっていう、うん、で胃腸炎発覚して死亡、うん、死亡、はい、何日ぐらい死亡してました？ね、完全に死亡してたのは丸2日はもう完全に死亡、うん、あ、人間としての生活できず何も食べれないみたいな。まあね。そう、結局5日間ぐらいしんどかったですね。はい。まあそれは元気になって。はい。もう復活。艦長という会長か、か、か、8割3分ぐらい。じゃないんだそこ。まあ恐る恐る物を食べる感じですね。なるほど。はい。ということで今日は元気に一発目お送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで MC の佐々木香織です。そして本日も安田さんとお届けしてまいります。はい、そして本日のゲストは柴村直也さん、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は夜放送も出演されるということで、はい、一日たっぷり、はい、こちらでね、はい、お付き合いいただきます、はい、よろしくお願いいたします。今日は最新ニュースをお伝えした後、柴村直也に聞くウズベキスタンってどんな国というタイトルでお届けしていきます、うん、この番組はニコニコ生放送、 YouTube、ペリスコープで配信しています。チャンネル登録、フォローをぜひお願いいたします。それではハーフタイムスタートです。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。 YouTube のレオンさん、ちょっと細くなったって言ってくれてるんですけどね、胃腸炎でね、うん、丸2日食べれなかったのに、うん、マジで体重が変わらないの。そんなことある？どういうこと？そんなことある？何なんですか？だって何、体積が減るはずじゃん。そう、物理的に減るはずじゃないですか。そうそうそう、入ってこないし、うん、出てくし、うん、どういうこと？知らない。水分ですかね。ありがとうございます。だからこれからこう減っていくのかもしれないですね。あ、なるほどね。水分、その時は水分、その時は水分で、あ、キープしてるけど、でもこう通常に戻ってくると少しこう減ってくるっていう、ね、これからに、これから期待。もうだいぶ経ってきた。そうなんですよね。はい、じゃあ、まずニュース紹介していきます。サクサクいっちゃいましょう、はい、まずユベントス史上最多8度目のイタリアスーパーカップ優勝、クリスチャン・ロナウドのヘッドでミラン撃破ということで、スーペルコッパイタリアーナ2018が16日サウジアラビアの都市ジッタのキング・アブドゥッラスポーツシティで開催されました。17-18 シーズンのセリエ A とコッパイタリアを制覇したユベントスとコッパイタリア準優勝のミランの対戦です。前半をスコアレスで折り返すと、ユベントスは61分にピアニッチの浮き球のスルーパスに抜け出したクリスチャーノ・ロナウドが頭で合わせて先制。一方ミランは74分に相手の足を踏みつけたケシエが VAR での判定によって一発退場に。ユベントスは数的優位となってからはパスを回しながらボールを支配。試合はそのまま終了し、ユベントスが史上最多8度目のスーペルコッパを優勝を達成しました。はい、これ試合関係ないけど、うん、サウジで開催じゃないですか、うん、ちょっと希望の持てる開催だよね。いずれ日本開催みたいなね。あ、もうちょっと足伸ばしてくれれば。これってなんでサウジでのか、うん、あ、サウジじゃないや、サウジかでの開催だったんですか。それはまあいろんなお金が絡んで。あ、そういうことなんですか。まず時期がこの時期じゃないでしょう。うん、そうそう、だからまず開幕の時期に、うん、ね、この他国開催をするために、うん、やっぱ半年ずらして、うん、シーズンとシーズンの間に開催するようになったんですよね、うん、これ夢があるよね。日本でやってほしいよね。いいですね。ね、まあ、よくクラシコをアジアでやるとか、うん、話には上がったじゃないですか、うん、日本の可能性あるかも、うん、みたいな、うん、そういうののまあ一環ではある。なんかメジャーリーグとかはさ、開幕戦とか NBA とか開幕戦とかってね、過去にはあったりするけど、こういうタイトルをね、争うゲームを日本で開催するって結構夢があるよね、うん、そのトヨタカップじゃないけどさ、うんうん、しかも、ね、イタリアの国内の本当にナンバーワンを決めるゲームじゃないですか、うん、チャンピオン同士の、はい、だからね、これはぜひちょっとなんかなんとかしてほしいね。なんとか開催してほしいけど、でもこのカードだったら本当見たいですよね。いや、そんでロナウドが決勝ゴール決めるね、うん、夢があるよね。夢ある。まあ、本当はもちろん権威的にはね、クラブワールドカップの方が、ね、権威があるとは思うんだけど、
これはこれでやっぱね、国内カップっていうのはね、うん、あの独特な歴史があるというか、うんね、まあ、にしてもロナウドすごいよね。すごいです ね、 ね、なんか本当いつもワールドカップとかでも思いますけど、うん、こう大きな大会とかここぞっていう試合で必ず決めてる印象がやっぱりね、うん、ありますよね。あのその得点シーンは水上さん、ミランが緩かった気がするんですけど、どうですか。まあミランはずっと緩いです。あそこに限らない、はい、だからまああの順位なわけで。なるほどなるほど。まあロナウドはすごいけれども、ミランはミランで、まあちょっとねスルスルっといかれちゃったよね。なんかその割にはまあ意外といい試合になったなと思います。うん、なるほど。あ、その他のカップ戦の結果も触れていきましょうか、はい、これ結果は出るんですか、口頭でお伝えしますか。はい、FA カップも3回戦がありまして、サウサンプトン対ダービーカウンティは、2対2 PK 戦の末、 PK3 対5の末ダービーカウンティが勝ち上がる。そしてコパデルレイの5回戦もありました。レガネス対レアルマドリードの結果は、1対0でレガネスが勝ったんですが、2戦合計の結果で、レアルマドリードが進出。そしてアトレティコマドリーナ対ジローナは2戦、こちらの試合は3対3で2戦合計も4対4と並んだんですが、アウェーゴール差でなんとジローラがベスト8に進出したということですね。これ先ほどたまたまインスタグラム見てたんですけれども、うん、はい、あの徳島ヴォルティスの時チームメイトだったドゥンビアっていう選手がジローナに今いるんですよ、はいはいはい、でジローナでドゥンビアがインスタでそのロッカールームで喜んでる写真を上げたんですよ、はい、それがこれですね。ああそうですよね、選手たちで喜んでましたね。そうですよね、うん、ドゥンビアとチームメイトだったんですね。いや本当ね、あの柴村さん、あの渡ったクラブ数が多すぎて、うんうん、ちょっと後でねその辺のお話も伺っていきます、うん、はい、じゃあ続いての話題いきましょう、はい、アジアカップの話題です。ソン・フンミンが大暴れ、 PK 獲得&ワンアシストで韓国の首位通過に貢献ということで、アジアカップグループ C 最終節が16日に行われました。韓国が中国に勝利しグループ首位通過を決めました。韓国はこの日キャプテンマークを巻いたソン・フンミンが大活躍。14分にはペナルティエリアで倒され PK を獲得、52分には左コーナーキックを蹴り追加点となるヘディング弾をアシストしました。過去にイタリア代表やユベントスを指揮したマルチェロ・リッピ監督率いる中国に対し、ソン・フンミン先導の韓国は最後までリードをキープ、2対0で勝利し3連勝で首位通過を決めました。ソン・フンミンはこの試合からの合流ですよね、うん、手がつけられないですねこの人、すごすぎて。あ、そうか、いやいやいや、まあ、なんか大暴れって書いてあるけどさ、うん、まあ、フルタイム見てないからあれだけどさ、 PK 獲得と1アシストってあんま大暴れかもしれない。だから3得点2アシストみたいな。確かに大暴れって言っちゃうとね、数字だけじゃないですか、ね、なるほど、はい、なるほど。フルタイム見たらそれが大暴れだっていうのが分かる。なんかあの PK のさシーンもさ、まあまあね、足上げたからまああれは PK 取らざるを得ないと思うんだけど、接触の度合いとしてはそんなにね、まあ、その前に一人かわしてあれを引き出したっていうことではあの素晴らしかったけど、まあ、あとコーナーはね、まあ、なかなか、まあ、あのヘッド決めた、ね、選手がすごかったよね。あのインパクトがやっぱ強かったけども、まあとにかくその時は今とにかくすごいっていうのは、いや本当でもスパーズのあとユナイテッドの試合見てて、うんうんうん、あれってちょっと思うシーンも何回かあって。どのあれですか。いや、あのソン・フンミンのキレが、うんうん、この試合で抑えられてしまっているっていう印象があったので、これアジアカップに行ってどうなんだろうなって思ったけど、やっぱりソン・フンミンはソン・フンミンでしたね。そうですね、まあ、やっぱもうアジアのレベルではやっぱずば抜けてるっていうじゃないですかね、すごいね、それ実感しますよね、うん、はい、はい、そして他のアジアカップの結果も出ています、はい、本日ね、うん、日本は3戦目ということなんですが、うん、何か気になるカードありますかお二人。いろいろこう苦戦してるチームもありながらのも、うんうんうん、この結果だけ見ると割と順当に来てる感じですよね、まあ、オーストラリアがちょっと苦しいヨルダン1位っていうのはありますけれども、はいはいはい、他のグループ結果この今の結果だけ見ると割と順当な感じですよね、うん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 、もうほぼほぼそのグループ A 以外は頭2つ抜けましたみたいな感じのね、うん、そうですね、うん、大方の予想通りと言いますか、はいはい、まあ、韓国中国、うん、イランイラク、うん、カタールサウジ、ウズベキスタン日本、うん、みたいなところですかね、うん、ちょっとこう決勝トーナメントに上がってから
ギアを上げてくるチームもあるんだろうなっていう感じもね、うん、しますよね。そうですね、徐々に調子が上がってくるチームっていうのも出てきそうですよね、うんうん、日本であってほしいですけどね。そうですね、日本もね、うん、そうやって言われてましたよね結構ね、うんうんうん、はい、はい、今日ね応援しましょうね、はい、続いての話題です。続いて工藤バロテッリ、酒井宏樹と同僚にマルセイユ移籍はマジかというニュースが出ています。ニースに所属するイタリア代表フォワードバロテッリが日本代表ディフェンダー酒井宏樹の所属するマルセイユに移籍マジかとイギリスメディア BBC が16日に報じました。マンチェスターシティやリバプールでプレー経験のある工藤バロテッリは現在ニースに所属しています。同クラブでの2シーズンで公式戦64試合に出場し42得点を記録しています。しかし今季は10試合に出場し無得点、またパトリック・ビエラ監督との決裂で12月4日以降試合に出られていない上に契約は今季までとなっており、ニースは放出を検討。マルセイユが今年の冬一席に、今年の冬の獲得に名乗りを上げたとみられています。今コメントで何歳だっけって、28?27、28、私同い年、あそう 同じ学年、プレイヤーとしてね全盛期とにそうですね、ぐらいの年齢だし、今シーズンねあれだけど過去2シーズンやっぱとんでもなかったわね。うん、だって64試合で42得点でしょ、うん、すごいわやっぱり、うん、ビエラと馬が合わなかったのか、あれチームメートだった、チームメートだったもしかして、あシティ時代、うん、もしや、あ多分そうじゃないですか、かぶってそうだよね、うん、それってでもなんか不思議な感じですね。うん、バルテリは本当にその若くして、うん、その最初のピークというか、うん、ブレイクが来てるから、うん、なんかこうベテランで成熟したビエラとチームメイトでやってて、うん、監督と、ね、師弟の関係になるってすごい不思議な関係性ですね、うん、そういうご経験とかありますか、チームメイトは。いやそれはないですね、なかなかないですよね。チームかぶってました、かぶってました、10、11シーズン、へー、でもなんか合わない感じはしますよね。わかんない、まあ、しません、うん、なんかこう結構ビエラも月光タイプじゃないですか、元気、まあね、の時は個性の強い、はい、選手同士ではあるからね、うんうん、そういうことはあるのかもしれない、うんうんうん、では、うん、マルセイユに移籍して、うん、マルセイユでの、ね、活躍も、ね、うん、今はそうやってなかなか出られない状態が続いているんだとしたら、うんうん、マルセイユでさ、ね、らなる選手のね、うん、いいところ油の乗ったところを見せてほしいですが、うん、ビエラ監督といえば、うん、昨日のアンリ監督との、ね、うん、対決はね素敵でしたね素敵でしたね素敵でしたね、もう今日ずっとその動画ばっかり見てましたかっこいいんだ2人がこうニヤニヤ歩いてくるのがね、ぜひまだご覧になってない方はぜひ素敵でした。続いての話題です。山中移籍の横浜 F マリノス、タイ代表ティーラトンが加入しました。昨シーズンは神戸で35戦出場しています。横浜 F マリノスは16日ムアントンユナイテッドに所属するタイ代表ディフェンダーティーラトンの期限付き移籍加入が内定したと発表しました。ティーラトンは1990年生まれの28歳、2009年に強豪ブリーラムユナイテッドへ加入し7年間にわたってプレーした後、2016年にムアントンユナイテッドへ加入、トヨタタイリーグで、通算234試合出場、6得点を記録し、タイ代表として国際 A マッチ56試合に出場して5得点を挙げています。昨シーズンはヴィッセル神戸期限付き移籍で加入し、J1 リーグで28試合、ルヴァンカップで4試合、天皇杯で3試合に出場。期限付き移籍満了に伴い退団しましたが、再び日本でプレーすることが決まりました。ムアントンがまだパスを持ってて、そこからの、まあ、サイレンタル、うんうん、一度ムアントンに、まあ、戻ってというか戻、うん、席を戻して、うん、また、横浜 F マリノスにということですよね、うん、まあ、同じ攻撃的な、ね、山中選手と同じ攻撃的なプレーヤーだけど、うん、去年でいうと山中選手の存在感がね、はい、やっぱすごい抜きん出てた中で、うんうん、でまたその戦術の肝というかその左サイドバックにいながらその中央に入っていってそこから思い切ってミドルを打つみたいなのが一つのパターンになってたので、まあ多分その同じ攻撃的といっても当然タイプは異なるので、まあどんなプレーを見せてくれるのかっていうのはちょっと楽しみなところですけどね。今コメントでね、左サイドバック薄かったから良かったなんていうコメントもありますけどね。
まあ、若い選手 何人かいますけど、はい、まあそのね、その山中選手が抜けたってことを考えると、うんうん、まあ、味方によっては心もとないとも、まあ、取れたので、コメントでもね、うん、全然違うタイプだからなっていうのはね、うん、コメントありますけど、うん、まあ、あとはその山中選手がものすごく攻撃的に仕掛けたところで、あの逆サイドの松原選手が自重してた部分があるんじゃないかっていうのを結構言われてたところで、パートナーが変わったところで右サイドがより攻撃的になるという可能性もあるので、よりバランスが取りやすくなるというかもしれないですね。まあ、あの持ち味としてすごいいい松原選手もいいクロスがあるので、まあそういう中でね、また違ったこう変化みたいなのが見れたらいいですかね。そうですね、はい、ということで、今日のニュースは以上となります。ここで一旦 CM です。本当最低ですよね。いやいや、いきなり最低ですよね。CM 中何の会話してたんだみたいなね。本当ね、はい、あ、今チェフの引退について触れなくていいのかっていう話をね、はい、うん、でも今そのアーセナルの内情の話をし始めたら私がこの特集食っちゃうんでやめましょう。はい、はいはい、憶測で話すのはよくないね。はい、はい、それでは今日の特集に参りましょう。はい、今日の特集は柴村直哉さんに聞くウズベキスタンってどんな国。私本当に、はい、本当に本当にウズベキスタンってどんな国って感じです。俺も全然情報ゼロ、全然分かんなくて、うん、俺のやっぱウズベキスタンの記憶っていうのは、はい、その90年年代前半の、うん、あのカズさんが4ゴール決めて快勝したウズベキスタンのイメージがまだ根強くあって、まあ、そこからあのもう20年ぐらい経ってるけれども、もうだって記憶がで、そこでちょっとすごいあの驚いたのが、はい、やっぱりその時のメンバーって、うん、その白人選手が中心として印象としてはあるんだけど、うんうん、今だいぶこうその、まあ、あの 中東系の選手とっていうかな、うん、まあ、人種としては、うん、っていうのが増えてて、まあ、そもそも国としてな、そう、どういうふうな流れになってるのかってもそもそも分かんなくて、そうですよね、うん、そう、なんかそもそもウズベキスタンってまず場所がどこなのかとか、うん、もうあの辺ってなんとかスタン、なんとかスタンの国もすごく多いし、うんうんうん、文化的に中東なの、アジアなの、ロシアなのみたいな、すごいこうなんかこう捉えにくい国みたいな印象がすごくあるので、うんうんうん、その辺もたっぷり、うん、まずはね、教えて、まずはそっから知って、この章の章から教えていただきたいと思います。うんうん、あの今日のね、日本代表との戦いとか、まあ、主に、はい、ウズベキスタン代表についてっていうのは、はい、夜の放送で詳しくやっていただくということもあるので、うん、まずはそのウズベキスタンという国を学ぼうというのが、うん、今日の昼の放送のテーマとなっております。はい、まず柴村直哉さん、教えていただく柴村直哉さんのプロフィールをご紹介させていただきます。1982年9月11日広島県の生まれでいらっしゃいます。中央大学を卒業後、2005年にアルビレックス新潟、シンガポールでプロデビュー、2007年にアビスパ福岡に移籍し J リーグデビューを果たします。徳島ボルティス、ガイナーレ鳥取、藤枝 MYFC を、あ、ごめんなさい、藤枝、え、マイ FC、ごめんなさい、はい、藤枝マイ FC を経て2011年に練習生として帯同していたラトビアのベンツピルスに移籍されます。リーグ優勝とカップ優勝に大きく貢献され、ヨーロッパリーグの予備予選にも出場されました。2012年にはウズベキスタンの名門パフタコールへとステップアップを果たし、シーズン途中でブハラに加入するとレギュラーをつかみ、チームの上位進出の立役者となりました。2014年にポーランドのオルシュテイン、オルシュテン、オルシュテイン、ストミール・オルシュテイン、オルシュテインというのは町の名前なんですけど、はい、チームはのなんストミール、ストミールオルシュティンっていうチームですね、はい、に移籍されますが、定位置をそこではなかなか獲得できず、2016年にヴァンフォーレ甲府に加入し J リーグに復帰されました。その後東京都一部のクリアソンを経て現在は南葛 SC に所属されているということで、はい、今こうさっと読ませていただきましたが、うん、一つ一つ止めると果てしないなと思ってまずはご紹介させていただいたんですけど、うん、何クラブ渡られてるんですか。何クラブですかね、
10いくつだと思うんですけれども、ね、ちょっとすいません分かりづらくてたくさんあって申し訳ないですね。キャリアを通じて J1、J2、JFL、東海一部、東京都一部、シンガポール一部、ラトビア一部、ウズベキスタン一部、うん、ポーランド二部でプレーされるというね、非常に稀有な経験者の持ち主で経験でございますが、うん、5カ国あ5カ国ですね、まずね5カ国ですか、うん、あんまり意識したことないんですけど1、2、3、4、5、6、9リーグですかね。9リーグ9リーグですか。すごい今 YouTube の方で柴村さんハーフタイム初めてですか、どこかで見た気がするっていうコメントいただきましたが、うん、柴村さんは2017年11月8日配信のハーフタイム、はい、ハーフタイムにもご出演いただいて、うん、そこでご経歴というか、うん、このクラブをどう渡ってきたかっていう話を詳しく伺ってますので、はい、ぜひそちらの方も見ていただきたいと思うんですが、はい、まあ、その中でね、いろいろ経た中で、うん、ウズベキスタンの名門バフタコールに、いらっしゃったということで、今日はウズベキスタンについて伺いたいと思います。はい、何年ぐらいウズベキスタンには？ウビさん2年ですね。2年、うん、はい、おー、このこれだけいろんな国に行った中でウズベキスタンの印象ってまず端的に言うとどういう国でした？ウズベキスタンは、まあ、一言で言うと素敵な国です。おー、これだけの国を行かれた中でも、うん、結構上位。好きな国ですね。でも僕もウズベキスタン行くまでは、うん、あんまりイメージ湧かなかったんですよね。ウズベキスタンってどんな国だろうって、はい、うん、まあ、今ほどこうネットも普及しててたくさん情報があったわけでもなかったので、うん、どんな国だろうなって思ってたんですけれども、うん、ウズベキスタンに行ってみるとすごいいいところがいっぱいあって、うん、まあ、世界遺産もたくさんありますし、うん、食事も美味しかったですし、うん、で街の人ともすごいよくしてくれて、うん、まあ、本当にすぐ大好きになりましたね。今ね、YouTube でどういう経緯でいろんな国に声がかかるか知りたいっていうコメントあるんですけど、はい、このウズベキスタンから声がかかったっていうのはどういう経緯なんですか？はい、これはその前にラトビアにのベンツピルスに行ったので、はい、ラトビアベンツピルスに行く時は、うん、キャリアがないじゃないですか、ヨーロッパでの、うん、だからもう日本で J リーグって言っても多分ヨーロッパの人から見たら、うん、J リーグって何ぐらいな感じだろうなと思ってたんで、まあ、自分でこう売り込んで映像と英語のプロフィールを作って売り込んで、うん、まあ、そしたらどっか練習参加できるとこがないかもしれないと思ったんですけど、うん、逆の立場だったら、僕だったらヨーロッパのクラブ強化部長だったら、うん、まず取らないなと思うんで、日本人の28歳、当時28歳の、うん、しかもディフェンスの選手なんで、うん、だったら190センチある、ね、ヨーロッパの選手いたらいいじゃないですか。うん、でわざわざ外国人枠使って取るようなポジションでもないなと思った、日本人を。なのでそういう風に売り込んでって、うん、でそれでラトビアのチームが見てくれるってことで、うん、それですぐラトビアに行って練習参加させてもらって、うん、で今日1ヶ月半ぐらい練習生だったんですけど、うん、そういう契約してもらってっていうのが最初のスタートだったんですよね。でいきなりじゃあラトビアに。ラトビアで、はい、でラトビアで1年やったことで、今度はリーグで優勝して、でカップ戦も優勝して、でそのヨーロッパリーグの試合も出させてもらったりして、でそれでこうヨーロッパの中でのプロフィールができたっていうか、でそれでその1年後ですよね、ラトビアって1年後ウズベキスタンのチームから今度はそのオファーを逆にいただいたような感じですね。バフタコールからの話をいただいて、でそれでバフタコールに行こうとしたと。で入った後にクラブの強化部長に話を聞いたら、半年ぐらいずっと調査してたって言ってましたね。でその半年前っていうのきっかけはヨーロッパリーグのラトビアの試合、ベラルーシ最初2回戦でベラルーシのシャフチョルチームと対戦して、はい、そこに勝って、で次3回戦でセルビアのレッドスターベアガラと試合したんですけど、でその試合のところから見てたって言いましたね。そこでこうして、そこから調査して試合をこうずっと見てたんだって言って、でそれちょうどアジア枠で獲得できるディフェンスの選手を探してて、それ何人か候補がいる中で、それで声をかけてくれたっていうのは当時強化部長が言ってましたね。なのでこう昨日今日パッと見て撮ったわけじゃないよみたいなこと言ってましたね。ずっと調査してたんだっていうのは。これラトビアとウズベキスタンはすごく近しい関係だったりとかするんですか？旧ソ連圏なんで、はいはい、距離で言うとすごい近いわけではないんですけど、身近といえばある程度身近な国ということがありますかね。地理的に言うと、まあ、ロシアがドーンとあるとしたら、まあ、その西の方に、ラトビアがあって、ちょっとその下の方がウズベキスタンって感じですね。そうですね、なのでラトビアは結構北の方にあるので、うんうん、フィンランドとか北欧の方に
近い、うん、寒いとこですね。さっきあの Google マップで調べたらめちゃくちゃ寒そう、うん、もう見てるだけで周りの国が寒そうと思って最初行った時は1月だったんでマイナス30度だったんですよね外が、いやマイナス30度はもうダメですよ、あの冷蔵庫とかの世界、そう普通の外気じゃないそれは。で雪がすごい積もってて、で道も凍ってるんですよね、はいはいはい、でその泊まってたあのホテルから練習スタジアムまで歩いて15分ぐらいかかるんですよ、はい、でその15分ぐらいかかる中でこけそうになるんですよね、ちょっともう滑って下が、いやでもこれ滑ってこけて、しかも硬いじゃないですか氷で、はい、怪我して、はい、それで帰国とかになったら笑えないなって思ってめちゃめちゃ注意してましたね。いや本当でもね、普通に雪の日とか超怖いからね。そう都内も全然怖いのに。川渡りましたよね、うん、歩いて。川凍ってる、はい。忍者じゃん。川がこうあってあのホテルの前に、はい、でその向こう側にスーパーがあったんですよ。でスーパーに行くのにちょっと、ま、橋渡んなきゃいけないんですよね。ちょっと回って、でもこれこの川これ渡れないのかなと思って見てたら。うん、もうちょっとなんか足跡みたいなのがあったんですよでこれいけるんじゃないかなと思って恐る恐るで歩けたんで川歩いてしたらだいぶショートカットになってもうネガスーパーに行きやすくなった。ネガチャレンジャーですよね。キャリアもそうですけどそこ行きますって思いますもん、ね、まあでもよく考えるとそこで川落ちたら終わりですよ、終わりですよ、もう助からないやつもうね、一回なんかこう一見してこうラトビアに行ったって言われるとなんでラトビアと思うけど、うん、そうやって EL に出られて、うん、結局その後のキャリアにつながるって考えるとすごくいいチームですね。なのでパフタコールの時の監督がセルビア人の監督だったんですけど、うんうんうん、そのレッドスターとの試合半年前、レッドスターとの試合の時にスタジアムで見てたって言ってたんですよね、その試合を、よく覚えてるよっつって、その日本人の選手が一人いてやってたのを。アジアの選手とかがやっぱりラトビアだと少ないですか？ラトビア少なかったですね、当時は1人2人、ね、目立つというかアピールの機会にもなったのかもしれないですよね、うん、ちょっとあのちょすっごい聞きにくい話なんですけど、うん、こっちのことはどうですか？それはもう最初はラトビア行く時とかは全くその条件もつけなかった、条件つけると、はいはい、あのこのぐらいの金額じゃないとって言うと、そしたら道狭まって、まあ、むしろ行けないなと思ったんで、はいはい、多分話ないなと思ったんで、はい、もうあのいくらでもいいっていうか、はいはいはい、いいねで、はい、でそれで向こうに行ったんで、うん、向こうから出てきたのそのまま飲んだような感じなんで、うんうん、全然その高くないです、まあ、生活、うん、まあ、住む外国人選手なんで住むとこ食べるとかクラブが用意してくれて、うんうん、で少しいくらみたいな感じで、うんうん、そっからこうステップアップでアップしたんですか？そうですね、なので1年それでやって、はい、であのウズベキスタンのチームとかは、うん、そうです、何倍にもなりましたね。それ例えばウズベキスタンのその時のサラリーと J リーグ時代のサラリーとか比較するとどんぐらい違うもんなんですか？まあ、でウズベキスタンの時が一番良かったですね。それは興味深い、この国はこれは興味深いね。ということでウズベキスタンの国に、はいはい、移りましょう、話を。豊かな国、素敵な国。まずはい、ウズベキスタンの基本データをおさらいしたいと思います、はい、画像がありますのでこちらご覧ください。地図分かりにくいなこれ分かりにくい、もっと狭くしてもよかったんですけど、うん、日本入れたいなと思って。まあそうだね、一番上の広大なところがロシア、その下がこれ中国ですね、はい、違う嘘モンゴルとカザフスタンがあって、その下が中国ね、うん、ということで、その左側というか、うん、黄色くなっているところがウズベキスタン。これはエリア的には何になるんですか？中央アジアになりますね。中央アジア、はい、中央アジアっていうとウズベキスタン、カザフスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、はい、キルギス、うん、まあ、この辺り中央アジアっていう言われ方をしますけれども、うんうんうん、まあ、サッカーだと分かりづらいのはカザフスタンがヨーロッパに入ってるというのはちょっとこう分かりづらくなってる要因でもあると思うんですけど、まあ、一般的に中央アジア5カ国というとこの辺りですかね、はい、うん、この広さでいうと日本と同じぐらいの広さ、あ、地図上ではそう見えますね、ちょっと大きいかなぐらいですね、はい、中央アジアに位置する旧ソビエト連邦の共和国ということで、二度国境を越えないと海に達しない二重内陸国であるということで、先ほどちょっとね楽屋で伺ったんですけど、海を見たことのない選手、チームメイトがたくさんいるという、うんうん、そうですね、海外に行ったことない選手は、若い選手とかは海を見たことがない感じですね、はい、うんうん、あの湖にがあって湖に泳ぎに行ったりしたことがあったんですけど、うんうん、チームメイトと一緒に、うんうんうん、
なかなか海を見る機会っていうのはないですかね。魚も川魚だけっていうか。二重内陸国って今簡単に言いましたけど、まあ、物理的に非常に海が遠いですよね、うんうんうん、そうですね、うんうん、はい。そしてソ連時代の計画経済により綿花栽培の役割を担ったことで現在も世界屈指の綿花輸出国なんですが、気候の特性上は綿花の栽培に全く適していないどうなんだっていうね、なんか違ういいもの見つけてほしいとりあえず割り当てられちゃったみたいなね。ちょっとこれ面白かったでもそんな中で世界屈指の綿花輸出国になってるのすごいですよね、うん、すごいですよね。これどういうことなんですかね。勤勉なんですかね。逆境を跳ね返してますもんね完全に、うん、今コメントで、石油の産出とかはないのっていうコメントあったんですけど、そこの地域とはちょっと天然ガスが出ますね。あ、なるほど。じゃあこれからの価格。そうですね。なので一時天然ガスの会社がサポートしてたウノドコルっていうチームは、はい、スコラリ監督がいたりですとか、潤ってる、はい、でリバウド選手がいて、デニューソン選手がいたり、あとはジーコ監督も来ましたね。その経済的には豊かなんですか。経済的には今経済すごい伸びてる時ですね、はい、っていうのは大統領が今新しく変わったんですよね、はい、で独立からずっとカリモフ大統領が政権を担ってたんですけれども、うん、はい、カリモフ大統領亡くなって、うん、新しい大統領になって、うん、それからこう外資を積極的に取り入れるようになって、うん、こうオープンな国になってきてるんですよね、うん、ある種、ソ連崩壊から一つの時代が終わって、またウズベキスタンが独立して、まあ、そこの最初の政権も一度終わって新たな、うん、政権を迎えてこう、そうですね、新たな時代が始まっているという感じなんですね。そうですね。なので僕がいた時は例えばスターバックスですとか、うん、あとケンタッキーですとか、はい、そういうようなところは全くなかったんですけど、うん、そういう外資のものとか、うん、マクドナルドもなかったですし、うん、でスターフーズカフェっていうのがあって、うん、スターバックスカフェのロゴでスターフーズカフェみたいなのがあったり、まあ、パクリというやつですねパクリなんですか。それは完全にそういう感じですね。もうロゴがそのままだったんで、でスターフーズカフェって書いてあって、で推しはハンバーグなんですよね。もう無茶苦茶。これですね。スターフーズカフェ。これはパクリですね。パクリすごい。非常にデリケートな。お店の中には完全にスターバックスのロゴがあるんですよ。外見はこれだけど中は人魚が。はい、中にもスターバックスのロゴがあって、でそのそこをこれはどういうやつや。オブジェオブジェ。これはダメですね。完全にスターバックスカフェ。もさも系列かのように、はい、何の関係もないんですよね。何の関係もないですね。なのでちょっと聞いたら、ちょっと前まで表もこれ出してたらしいんですよ、はい、スターバックスカフェ。それでスターバックスから注意を受けて表だけ変えたっていう。中はバレないだろうと。そうそう。すごいな。外に出してたっていうのはすごいことですね。でここで入ってコーヒー頼んでみたんですよ。うん、はい、コーヒー湯、うん、そしたら出してきたコーヒーがパッとこう見てたら、はい、インスタントでお湯入れて作ってでこれハンバーガー美味しいぞって言われてコーヒーとハンバーガー美味しそう、これ美味しそう、ハンバーガー美味しかったです。美味しそう。このコーヒーはインスタントってことですね。これがインスタントでした。これや値段的にはいくらぐらいなんですか。値段的には300円ぐらいですかね。あ、じゃあ日本より物価は安かったです、うん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 、でここをここブハラっていう町にあったんですけど、はい、僕が住んだブハラっていう町でチームメートの若い選手と一緒にこの近く歩いてたんですよ、うん、はい、18歳ぐらいの選手と、うん、で、まあ、ちょっとほらあれスターフーズカフェだよって、うん、僕話をすると、はい、彼はなんかちょっと冗談で言ったんですよ、そのスターバックスの、うん、もじってるっていうのを言ったんですけど、うん、彼はそのスターバックスを知らないから、うん、何言ってんのあれスターフーズカフェだよってスタバを知らない、はい、なので多分彼はスターバックスを外で、うん、今後海外とかに行ってみたら、うんうんうん、ね、いやこれスターフーズカフェのパクリじゃないかと思うんだろうなそうですよね、逆転現象起きますよね。そうですね、困った現象だ。もう一回さっきのウズベキスタンの画像いいですか。そしてウズベキスタンと日本の関係なんですが、うん、第二次大戦後シベリア交流となった日本人捕虜が、首都タシュケント、タシケントというところが首都ですね、はい、で建築やインフラの整備に関わって当時建てられたナボイ劇場という劇場が大地震でも倒壊しなかったことで日ウの良好な関係に一役買ったとありますが、日本とウズベキスタンの関係、まあ、ウズベキスタンからその日本人の受け入れ体制というか
そういったものは環境はいかがでした？このナボイ劇場の件もあって、うん、すごい親日国ですね、うん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 、なのでこのナボイ劇場を作ってくださった方々のおかげで、はい、僕もそのプレーした時にやっぱり日本人受け入れてもらいましたし、イメージがじゃあちょっといいというか、うん、そうですね、うん、なるほどね。そう、今映画になったよねなんていう話もありますけど、最近あのうちの太田プロの先輩でもあります、うん、前田敦子さんが、はい、黒沢清監督と一緒にウズベキスタンで全編映画を撮るっていうのを去年やって、うん、もうすぐ公開なのかな、うん、されますけど、うん、なんか日本とも国交が結構ね、うん、あってそういう交流もある国なんだななんていうのはなんとなく思ってたんですけど、うん、そのウズベキスタン側から言わせると、うん、このなんとかスタンってついてる国って、うん、ちょっと治安ってどうなんだろうみたいな不安に思われることはあるんですけど、うんうんうん、ウズベキスタンはその中でも特に治安がいいっていうふうに言われていると聞いたんですけど、はい、治安面はどうでした？治安は良かったですね、うんうん、そういうなんていうんですかね、犯罪とか危ない目にもあったこともなかったですし、街に結構警官が溢れてると言いますか、はい、たくさんいるので、うん、特にそういう危険なことっていうのはあんまりなかったですね。で、いろいろ今回お写真を撮ってきていただいたということで、うん、いろいろお写真見せていただこうと思うんですけど、街の雰囲気って中央アジア、さっきもねこうロシア系なのか中東っぽいのかアジアっぽいのか、うんうん、どんな感じなんだろうって全く今想像がついてないんですが、うん、はい、どんな感じなんですか？ロシア系の文化も混じりつつ、はい、ただあのモスクがあったりですとか、少しあのイスラム教のの文化といいますか、うん、中央アジアの、まあ、中東に近いような文化の方が強いですかね、うんうん、なるほど。何かこう特徴的な街の写真って、あ、これはもうなんかこうねインドとか、うん、トルコとかなんかこうね、うん、そっちの香りが混ざった感じがしますね、やっぱり、はい、これは僕は住んでたあのブハラっていうところにあるものです、はい、住んでたところから歩いて15分ぐらいなんですけど、うん、このブハラ地区は首都からどのぐらい？首都から、飛行機だと1時間。おお、結構離れてる。バスだと10時間ぐらいですね。おお、結構ありますね。はい。でここは世界遺産で、ここはよくあの散歩に行ってましたね、この辺り。あ、もうそんな普通に入れる場所なんですか？普通に入れますね。これはどういう歴史的な遺産なんですか？これはあの、あ、これは、うん、ウハラよりももう少し西に行った、はい、ヒバというところの遺産ですね。ヒバってなんか聞いたことある。ヒバ、あのヒバ半国とかじゃないですか。なんか聞いたことある。お昔の国。うん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 。世界史に出てきますよね。今空気良さそう。ロシア文化とイスラム文化が混ざってるインドっぽいなんていうね。うんうんうん、ね、なんかパッと見た感じはタージマハルっぽいなんかこの作りがあって思いますけどね、この感じね、綺麗。ここはタシケントなんですけど、タシケントにもこういうモスクもあって、はい、いろんなところにこういうような場所がありますね、この街の人というか人柄っていうのはどういう人柄が多いんですか？おおらかとか几帳面とか。そうですね、まあ、比較的穏やかですかね、まあ、少しおおらかな感じで、まあ、あんまり細かいこと気にしないというか、少しおおらかで穏やかな感じの印象ですかね。この写真はこれはあの現地のインターナショナルスクールに来てくれって言われて、あの行った時に行って一緒にサッカーを現地の子どもたちと一緒にした時ですね。これインターナショナルスクールなんでいろんな国の、あの子どもたちがいますけれども、そうですね、割とこう多民族国家というか、そういう国でもありますね。言語は何が大事？言語はロシア語とウズベク語があるんですけれども、大体そのどちらも喋れるような感じですね。現地にロシア語、ウズベク語。島村さんは何語がいけるんですか？僕はロシア語で会話してましたね。でチームの中の公用語がロシア語だったんですよね。ロシア系のウズベキスタン人の選手とかは逆にウズベク語を喋れなかったりするんですよね。ウズベキスタン人ですけどウズベク語わからないっていう選手もいて、なので監督は喋るのはロシア語だったので、はい、なのでロシア語を勉強してロシア語を使ってたっていうような感じですね。英語、ロシア語、他に何語か言える？英語、ロシア語、まあ、ポーランド語は少しぐらいですかね。おー、ちょっとすごい。ロシア語ってね、想像つかないですね。ロシア語ってもう 見ても何もかんないヒントはないよね。そうなんですよ。ね、キリル文字がアルファベットに若干似てるんですけど、うん、例えばN がひっくり返ったやつですとか、うん、なんかあの3みたいなやつがあるじゃないですか。マナが多いんですよね。 C を C
うん、騙されるんですそう全部違うならまだしもね、うん、そうなんですよね。あの僕も名前が直哉なんですけど、はい、直哉ってあのローマ字だったら NA じゃないですか、はい、最初スタートが、はいはい、でそれがロシア語だったらキリル文字だと HA なんですよね。だから H が何ぬれの発音になるんで全然わかんないよね。最初はだいぶ引っかかりましたね。取得はどういう風に。もう独学ですごいもう最初本当に一つも単語知らなかったんで、はい、挨拶も知らないしこんにちはもわからないし、うん、ありがとうもわからないしっていう状況だったんで、もう調べてで、まあ、まず使ってみるっていうのを意識して、うん、間違えてもいいからまず使ってみようと思って使ってみて、はい、で分からなかったのをあの携帯にメモして、うん、メモのところに、うん、でそれをまた調べて使って、うん、でそのメモをどんどん増やしていってだその単語帳みたいになっていくような感じでメモを、はい、でそれをちょっと時間がある時とかにバス待ってたりそれをパッと見て復習して、うん、で使ってみてでそれを繰り返していきましたね。だからもう明日まず使うことから覚えようと思って、うん、で明日練習何時ですかっていうフレーズを最初に覚えました、ね、大事集合時間をねまず知らないとまず最初それが分からなかったんで、うん、あのいつ明日 何時どこかが分からなくて、うんうんうん、どっかで言ってるんですよ監督は多分、うん、どっかのタイミングででもそれは分かんなかったん で英語もチームメイトと喋れなかったんで、うん、誰も僕に伝えられないんででもこのフレーズ分かればこれを誰かに聞けば、うん、帰ってくると、うんうんうんであとはその数字を覚えないと何時何分分かんないん で、ね、もう1から100までもう丸暗記しましたね。丸暗記して、で今度それ丸暗記したらあの背番号とかって背番号ってあの英語とかの助数で言うんですよね、うんうんうん、1,2,3 がファーストセカンドサードみたいな感じ でロシア語でもやっぱ助数で言ってで試合中になんか違うなと思ったらやっぱ助数で言ってるんですよね、うんうんうん、1から100まで覚えたんですけど助数がまた違って助数なのかなと思って助数がまた覚えてでその時にあの40がちょっと特殊だったんですよ、はい、最初だんだんこう規則性が見えてきて、うん、11、12、あ、大体そのこんな感じかなと思ったら、うんうん、40が40って総楽って言うんですけど、はい、4がチティリなんですよね。でチティリからこう40が総楽なちょっと違うなって思ってそれ助数だと今度サラカボーイっていう、もう全然違う全然違う全然違う、まあでもこれ40番そんなにいないだろうと思って、うんうんうん、あの対戦する相手も、はい、って思ってたんですけど、そしたらあの AC 最初の公式戦が ACL の初戦だったんですけど、はい、それがサウジアラビアのアルイティアドチームとサウジアラビアで対戦して、うんうんうん、その時マッチアップした選手が40番 で、はい、でサラカボーイつけって言われてでオッケーって逆に覚えちゃっててもう特殊だったんですごいバッチリでしたね。大変だな。でも全くこう馴染みのない国に行くってもうそういうところから違いますよ ね、うんうん、すね。まあ楽しいですけどね、そうやってこういろんなことを学んでいくと、うんうんうん、で喋れる人が増えるわけじゃないですか、はい、いろんな人と世界中のコミュニケーション取れるっていうのはこう楽しくもあって文化も学べますし、はい、そんなあの言語では苦労されましたけれども、うんまあ、他の環境面で言ったら大きなものが、うんまあ、食生活ですよね、うんうんうん、食事はいかがでした。食事は主に羊の肉でしたね。おお、じゃあ大丈夫でしたか。そうですね、あのイスラム教の文化もあるんで豚肉があんまり出ないん で、うん、で羊の肉が基本的にはメイン、うんうん、あ、なんかこれよく見るやつ、これあのシャシリクっていうトルコの料理にちょっと似てる、ちょっと似てますね、ありますよねこういうの、はい、でこれ羊の肉で、へ口に刺さってて美味しそう。焼き鳥みたいな大きさなんですかこれ。これ結構大きいです。大きいんじゃないですか。結構大きいです。はい。こんな感じです。美味しそう。いやー私こういうあの羊とかそういうの大好きで、うん、めっちゃ食べたいこれ、はい、羊が好きな人は、うんすごいいいと思います。もう羊の肉ばかりこういう風に焼いてたりですとか、うん、でも苦手な方だったら本当に何も食べれない可能性は。そうです、まあ、鶏肉とかありますけどね、はい、そのチキンもあるし、うん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 、牛肉はあんまりないですかね。これ辛いんですか。いや、あの辛くはないです。本当にあの塩コショウで焼いてるみたいな感じですかね。これ飲み物急須でこう本当にお茶だねこういう感じなんですね。飲み物そうですね、あれはお茶ですね。お茶はもうベーシック、お茶が文化としてありますね。でお茶、まあ、ブラックか緑かってまあ聞かれるんですけど、うんうん、でブラックがいわゆる普通の紅茶、うん、あそこに今映ったのは紅茶ですね、はい、で緑はグリーン、まあ、いわゆるグリーンティーですよね。緑茶って言っても日本の緑茶みたいな感じじゃないですけど、
でそれに、まあ、砂糖があって砂糖をまあ入れる人はまあ入れたりとかしながら飲んでますね。なんかそれもちょっとね中国の文化。あ、これは炊き込みご飯。はい、プローフっていうウズベキスタンの伝統料理の一つで、これは本当美味しくて、上乗ってるのは羊の肉なんですけど、全く想像できない。クミンを使ってるんで、ちょっとカレーっぽい味ですかね。なので食欲をそそるような感じで、めちゃくちゃうまそうですね。カレーピラフみたいな感じですね。そうですね、イメージそんな感じですね。美味しそう。でこのプローフはちょっと色違うじゃないですか。これはさっきあったヒバのプローフなんですよね。はいはいはい、でヒバのプローフって町によってすごい味が違ってて、うん、でこのヒバのプローフはあっさり塩味なんですよ。なのでこのちょっと色が薄いじゃないですか。じゃあちょっとチャーハンっぽいのかな。そうですね。だから日本人の人が比較的好むのはヒバのプローフ、このあっさり塩味の。僕もこれが一番好きだったんですけど。美味しそう。またなんか全然違う。なんか上に、なんだこれは。これはサマルカンドですかね。これはみたいなのがいっぱい乗ってるけど、人参です。人参か。煮込んだ人参が上にバッて乗ってる。うまそう。美味しそう。これなんか面白い。これ全体的にボリューム多くないですか。確かに気のせいですか。ボリュームはまあ比較的多めですかね。そうですよね。でこのプローフをあのお皿で、例えば4人のテーブルで一つ大きいの真ん中にドンって置いて、はい、みんながスプーンを持ってこうやって食べるっていうのが、つつい食べるっていうのが伝統でもありますね。美味しそう。これも少しこってりしてる感じで、羊の肉と、これもサンマルカンですね。羊の肉と人参がこう上に乗ってて、一緒に煮込んでるんですけど、最後の盛り付けで上に乗っける。これ食べてみたいな。美味しそう。なんかこうクミンってお話もありましたけど、なんか中東とかその中央アジアってカレーとか食べるのかなってなんとなく勝手に思ってたんですけど、そういう感じではない。そうですね、カレーはあんまりなかったですかね。へえ。そう、レーズンが入ったりとか。タイ米みたいな感じですね。そうですね。へえ。あ、パエリアの一種と考えてもいいかもねなんてコメントありますけど、確かに確かに。じゃあお米があるっていうのはちょっと親しみやすい。なんだこれは。うどん。これはうどんみたいな感じですね。激辛ですかこれ。辛そう。辛そうじゃないですか、はい、全然辛くないですよ。トマトベースで赤いだけで。あ、そういうことか、はい、トマトベースのうどんこれフェイントですね完全に。え、じゃあウズベキスタンの料理的にはその辛いものが多いっていうわけではない。ではないですね。うん、僕もどちらかというと辛いもの苦手なんですけれども、全然大丈夫でしたね。あんまり辛いっていうものもそんななかったん で、うん、でこのラグマンはうどんのような感じの、これがうどんのところがお米になった料理もあるんですけど、リゾットみたいな。そうですね。へえ。コシがあって食べ応えがありますね。美味しそう。何これ。これはナンっていうウズベキスタンの伝統的なこの丸いパンなんですけど、大体これを朝ごはんに食べてました。ブハラの時はクラブハウスで朝ごはん食べたんですけど、これが出て焼きたてのこのナンをチームのスタッフが街に出て買ってきてくれるんですよね。その焼きたてをこう持ってきてくれて、でこれにハムとかチーズを挟んだりとかバターだったりとか、これ美味しかったですね。で我々がナンって聞くと、あのインドのペタペタのナンを思い浮かべますけど、もっとパン寄り。そうですね、ちょっとふっくらした中はあのもちもちな感じです。へ、結構朝あれ食べるの楽しみでしたね。へ、美味しそう。結構じゃあなんか思ってるよりは食文化も、すぐ俺馴染めそう、ね、馴染めそうね、炭水化物でお米があってうどんがあっ て、これはプローフ作ってるとこですね。でか鍋、大きな鍋でまとめてこう作るんですけど、でかいっすね。これはあのブハラの石原軍団みたいな炊き出し炊き出しこれはあのブハラのクラブハウスの横で作ってるんですけど、はい、試合の2日前なんですよね。試合の2日前にこうやって大きな鍋でプローフを作って、チームの選手スタッフみんなで食べて一致団結して試合頑張ろうみたいな風習があって、同じ釜の飯を食うっていうのか。まさにそうですね。へえ。にしても食いますねこれこれ相当食いますよね。結構外国人選手もみんな好きで、僕もそうですけど、なのでみんなおかわりとかしてましたね。わー楽しそう。これ楽しそう。こういうのいいですね、馴染みやすい。あ、普通にやりたいもんね。なんかやりたい。これ、うん、いい、これいい。へえ。やっぱとんでもない料理ですよ、ね、これ。でこれ辛になるんですよね最終的に。これ辛になります。すげえ。食うな。すごいな。あのウズベキスタンの人たちって今食事を見たら、まあ、炭水化物が多くて量も結構あって、羊の肉食べてっていうと、はい、なんかガタイが結構いいのかなって想像を勝手にしてますけど。うん、結構体格がいい人多いですね。身長とかは。
そうです。この写真で僕が180センチあるかないかぐらいなんで、で僕の隣のこの写真の右の選手はファルホット・タジエフっていう選手で、から当時ウズベキスタン代表選手で、でエースストライカー、チームでもエースストライカーだったんですけど、でその時180ちょっとぐらいですかね。で結構あのごついっていうか、あの玉際もすごい強くて、スピードもあって、なんていうかイノシシみたいな感じにこう突進していくような、南アフリカワールドカップ予選の時ですかね、あの当時岡田監督がウズベキスタンを視察に行って、でその彼がカタール戦でハットトリックしたんですよね。その試合を視察して、あのコメントを岡田監督残してたんですけど、もうそのこの選手は速いし強いし、ちょっと手がつけられないと彼を抑えるの難しいみたいなコメントを残してましたけど、そういうこう体格が良くて、かつスピードもあるみたいな選手とかも多いですかね。それはロシア系の方とか中東系の方っていうの変わりなくウズベキスタン全体に言えることでもあるんですか？そうですね。でこの一番右の選手はちなみに彼あの今でいうジョージア人の選手なんですけど、彼外国籍選手で、ただまあ旧ソ連系の選手なんで、彼もロシア語当然喋るんで、チームに馴染んでたんですけど、あのロシアのアンジっていうチームからあのローンで来てた選手で、エトーがいました、はい、ジョージア代表の選手ですね。エトーとかロベカルとかとチームメートで、彼はそこからローンで来て、その彼と交換でローンで今ウズベキスタン代表のキャプテンのオディル・アフメドフっていう選手が、この僕らのパフタコールからアンジに行ってましたね。確かになんかこう胸板というか肩の厚みみたいなのはどの選手も感じますよね、この写真でもね。はい、先ほどそれでイノシシっていう話はありましたけれども、そのウズベキスタンのプレースタイル、リーグでもいいですし代表でもいいんですけど、どういう特徴がありますか？比較的球際はやっぱ強いですね。球際強くて1対1に強いっていうのが特徴ですかね。なんかアジアのチームとかリーグって聞くと、あまりその球際だったりとかフィジカルで勝負ってイメージあんまりないですけど、それがやっぱり見どころ強いですね。やっぱその体格がいいっていうのがまず一つ、まあ、ロシア系のウズベキスタン人の選手も最近はこう減ってきましたけども、ロシア系のウズベキスタン人の選手、まあイスラム教の選手たちも体格が多い選手も多いですし、まあそういった中で球際の攻め際って、まあ、練習も結構そういう練習をするんですよね。で育成年代から1対1のところをフォーカスして、こう球際に激しいトレーニングをしたりもするんで、そういう経験値からそういう1対1に強くなるっていう側面はあると思いますね。もう育成システムとかも割と確立されてるんですか？そうですね、公式戦をする機会が多いですね。若い選手も公式戦の試合をできるように、チームがあのトップチーム、セカンドチーム、サードチームって3つも、パフタゴの時もそうだったので3つ持ってて、でトップチームはトップチームの一部リーグやるじゃないですか、でセカンドチームはセカンドチームリーグっていうのがあって、以前日本でもあったサテライトリーグのようなものなんですけれども、セカンドチームリーグ、セカンドチームリーグはトップチームが試合する前日に同じ相手と同じ場所でやるんですよね。なので前日に試合をして、でそのままベンチに入る選手はそのまま残ったりすることもあるんですけど、じゃあ本当に実戦を意識してというか、まあ、1回1回勝負する力がもう1000年代から染み付いてる。そうですね、試合を公式をする機会が多いっていうのがありますね。だからトップチームと同じ試合数やるんですよね、セカンドチームも。でセカンドチームで今度トップチームのサブの選手も出るじゃないですか、試合に。でなるとセカンドチームの選手があんまり出られないってなると、今度そのサードチームがあって、サードチームはウズベキスタン当時2部リーグを戦ってたんですけど、そっちでも試合に出られるっていう、1つ上と1つ下の、登録が。できるっていう、試合に出られるっていうシステムでしたね。それはいいですね。はい、はい、そしてまあサッカーについてもう時間もありますんで伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、先ほどね年俸はとても良かったっていう話ありましたけど、まあ、待遇とか、その外国人選手の受け入れ体制みたいなのはウズベキスタンどんな感じでした？当時はやっぱあの旧ソ連圏の選手、外国人選手はやっぱり多かったですね。はい、僕たちチームもさっきのジョージア人だったりですとか、あとまあロシア人、ウクライナ人ですとか、まあ、それは言葉が馴染みやすいっていうのがやっぱりあって、で当時あのオーストラリア代表の選手も別のチームにいたんですけれども、やっぱり英語じゃないですか、オーストラリア代表選手っていうと。だからそこでやっぱロシア語に馴染むのが難しくて、まあ、なかなか試合に出場できなくてっていう選手もいたんですよね。だからそういうケースがたくさんあるから、なるべく旧ソ連圏の選手をっていうのはあったと思う。うわー、これ後ろのこの右側の選手たちの選手群のムキムキ、ね、
一番右の上の選手やばないですか。ウズベキさん当時代表だったゴールキーパーの選手ですね。肩2つぐらいに見える。サルドル・カバジャノフという選手なんですけど、すごい。これはウズベキスタンのブハラっていうチームで、みんなで海じゃなくて湖ですね、湖近くの湖に泳ぎに行った時の写真ですね。へえ、いやラグビー選手かよなんてコメントありますけど、本当に体格そんなそんな感じ。真ん中のちょっとね黒人の方は芸術的で、確かに綺麗な腹筋してる。芸術だよこれ。からナイジェリア人の選手なんですけど、ウズベキスタン人の奥さんがいて、で国籍を当時取るみたいな話をしてましたね。あ、そういう帰化する選手とかも結構いるんですか。あんまりないんですけど、うん、彼の場合は結婚したので、うん、そういうことも、うんうんうん、申請したりもしてましたね。ウズベキスタン国内で人気のスポーツって何なんですか。一番はサッカーですね。あ、そうなんですか。あとフットサルも強いですね。へ、サッカーとかフットサルがテレビでやってることが多いですね、スポーツというと、うん、じゃあ国内でも結構このアジアカップとかっていうのは盛り上がるものなんですか。盛り上がりますね。これはパフタコールの試合の時のスタンドなんですけど、パフタコールの旗をこう出しますね。みっちり入ってますね。へえ。さっきこの球際が強いっていう話を伺いましたけれども、それはもう現在のウズベキスタン代表にも言えること。そうですね、うん、そういう意味では組織的な部分っていうのは、はい、その日本に比べたらまだまだな部分も多いと思うんですけれども、うんうん、今監督がクーペル監督になって、うん、そういう組織的なところもこう教え込んでるような感じなので、うん、ここからさらにウズベキスタンが進化していくかもしれないですね。今のウズベキスタン代表に例えば当時ご一緒してた選手とか知ってるよっていう選手います。結構半分以上は知ってる選手なんですけど。そうなんですか。でチームメイトだったのは選手は2人、15番のイゴール・クリメッツと6番のダムロン・ハシモフ、はい、その2人の選手はチームメイトでしたね。何か行った時にパフタゴールチームメイトだったんですけど、はい、まだ彼は若い選手だったんでそんなに試合にすごい出てるわけじゃなかったんですけど、うん、練習一緒にやったりとかしてましたね。15番と6番の選手ですね、はい、なので名前がなかなか覚えられないですねなので今の姿はこうちょっと懐かしくもあり、うんうんうん、こうたくましくなったなってい う, こうちょっと親心みたいな気持ちもありながら見てますけどもね、まあ、あとジュビロ磐田でプレーしてるムサイフ選手とかとも、はい、当時アウズベキさんよく対戦してたんでよく喋ったりしてたんですよ ね,、うん、ですよね。去年も年末もテレビではちょっと話しましたけど、そしたら日本語喋るようになってて、で家庭教師つけて勉強してるみたいな感じで、こっちが喋る日本語も結構理解してる感じで返してくるんですよね。そうそうそう、すごい馴染んでるなと思いました。へ、いやそう、今夜もね出てくださいよってコメントありましたけど、もちろん夜に出ていただくので、うんうん、日本代表とのね戦いについてっていうのを夜伺いたいと思うんですが、うん、まあちょっと触りだけ伺いたいと思います、はい、この日本代表戦展望というか、どこをまず我々は見たらいいのか、かつ島村さんが考える、まあ、こういう試合展開になるだろうな、はい、こういうところが特徴だよっていうポイントがあれば教えてください。おそらく序盤から日本がボールを握る時間帯が最初長くなると思うんですよね、うんうん、でウズベキスタンの特徴としてはカウンターアタックがすごい早くて鋭いんですよね、うんうん、でその第2戦のトルクメニスタン戦でも4点中3点がカウンターアタックで取った得点なんですよね、うんうん、ボールを自陣で奪ってから10秒以内にゴールしたのが3点なの で,、うん、でそれカウンターアタックがすごい鋭いので、うん、そのカウンターアタックを食らって、まあ、日本は初戦のトルクメニスタン戦のようにカウンターから先に失点してしまうようになると、うんうん、ウズベキスタンよりこうトルクメニスタンよりもよりカウンターアタックが精度が高いので、うん、苦しくなるかなという気がしますね。逆にただ日本が先に点を取れると、うんうん、ウズベキスタンはもっと前に出てこなきゃいけなくなるじゃないですか、うん、でそうなると逆にそのウズベキスタンが出てきた背後のディフェンスラインの背後のスペースを使うことが日本ができると思うんで、逆にカウンターアタックを仕掛けるような、うん、ウズベキスタン前に出てきたところを後ろをついていくっていうような展開になると日本にとって有利な展開になるかなという気がしますね、うん、なので先制点が鍵になると思いますね、うん、なるほど。じゃあもう本当前半の最初からこうぶつかりどうぶつかり合うのかっていうところが見どころでもありますね、はいうんはい、ありがとうございます、うん、他になんかお店残した写真とかってありますか。結構ありますよ。見てじゃあ、はい、フォト写真でいきましょう。これこれなんかそう遊牧民のやつじゃんって。そうですね。これウズベキスタンのさっきの遺跡だったヒバっていうところから車で2時間ぐらい行ったところにあるですけれども、はい、ここに泊まることもできるんですよ中に。へえ。この時は泊まってないんですけど、こう日帰りで行って。
困りてー。いやさっきさそのインドとか、まあ、ロシアっぽいみたいなところからいきなりなんかこうモンゴル、そうゲルね、うん、モンゴル感が出たなと思って、うん、それこれ中ですね。なんかへー、あ、もうこれ中国モンゴルだ。泊まりてー、これ泊まってあの飯食いてー。これ快適なんですか？これ快適ですね。ここ泊まってはないんですけど、ここであのお昼を食べて、まさにそのプローフを食べましたね、ここでも。そう、聞き忘れてた。気候はどんな感じなんですか？気候は、冬は寒いです。マイナス15度ぐらいになって雪も降ります。結構寒い。で夏は暑くて、うん、あの50度ぐらいになるんです。50度ほんと40とかであんなにねキャーキャー我々言ってるけど、え、じゃあ乾燥してる？乾燥します。なので蒸し暑くはないんですけれども50度ぐらいになって、7月の終わりとか8月とか50ぐらい、その時は。あー、もう砂漠じゃん、はい。なのでウズベキさん行くのは春と秋がいいですね。春と秋がとても気候が良くてですね、過ごしやすくて。じゃあ気温差すごいじゃないですか。でも50度ってもうなんか、え、50度からマイナス15になるんですよ。やばいね気温差。だって俺今42度のお風呂入ってるけどすげえ暑いよめちゃくちゃ暑い。 お風呂で考えればね、めちゃくちゃ暑いけどそっから8度とか高いわけでしょ。ちょ、想像がつかない。そう、最初僕も本当にその50度になるのかなと思ったんですけど、はいはい、夏7月の終わりにこうヤフーの天気予報を見たら、首都タシケント最高気温49度っていうのが3日連続続いてて、そのクーラーとかで皆さん過ごすんですか？うんうんうん、そうですね。だから日中はあんまり外には出ないですかね。で試合も夜試合をするような感じですね。夜って言ってもまだちょっと、ね、日が出てたりすることもあるんで、例えばピッチの半分だけ日向で半分日陰みたいなこともあって、で当時僕は左サイドバックやってたんで、こうどっちのサイドになるかでエンドによって日向か日陰かみたいな。で後半になるともう日が落ちて全部日陰になるんですよ。だから前半どっちかみたいなのを逆サイドの右サイドバックの選手と、はいはい、今日はどっちがいいのか話をしてたことありますけども、半分日当たって。夜になると49度が大体何度ぐらいまで下がるんですか？27度とか8度ぐらい。めっちゃ下がる。すごい、そんな下がるんだ。でもこうモンゴルとかってこう白夜とかのイメージ結構あるんですけど、その日が落ちるのは長かったりするんですか？あ、でもそうですね、まあ、それで日照時間は長いんですか？日照時間はそうですね、比較的長いと思いますね。ただまあその前言ったらラトビアとかもっと北の方にあったんで、うんうん、もっと長くて。そうですよね。あの辺りは夜11時ぐらいまで夏は明るかったりしましたけどね。朝も3時ぐらいからもう日が出てきて、それに比べたらまあまあまあっていう感じですかね、うんうんうん、日本人が夏行くと死ぬって書いてあるけど死ぬよこれでもここの場所は、ここはあのさっきのあのラクダのいた、はい、あそこからもう歩いていけるところなんですけど、はい、早津からっていう遺跡で、あそこあの真ん中にあるのあれは町だったんですよね昔。うーん、要塞のようになってて、なんか見ると本当に昔のこう遺跡、それこそ三大文明とかの時代のなんかそういう感じにも見えますよね。なんかドラゴンクエストとかファイナルファンタジーができそうな感じだなと思ってたんですけど、当時も本当にちょっと神秘的。そう、スターウォーズ感、うん、わかる、ね、ログワンって感じ。へー、この辺りもヒバから車で2時間ぐらいで、でヒバでタクシーを、まあ、ツアーを組んだりすることもできるんですけど、うんうん、そこでタクシーをチャーターして、うん、あの車で2時間ぐらい走ってここに行きましたね。じゃあ一つの街は結構コンパクトな感じなんですか？そうですね、うんうんうん、なので観光地でいうと、まあ、タシケント首都から、まあ、サマルカンド、ブハラ、ヒバみたいなところはメジャーな観光地ですかね。うーん、シルクロードのオアシス都市なんて言われますけどね、うん、まさにねシルクロードの橋の方というか、うん、はい、他の写真ありますか？そんなところかな、うん、なるほど、うん、ありがとうございます。結構日本の観光客って多いんですか？増えてますね。今年の去年の2月から日本人がビザいらなくなったんですよ。観光ビザ、これまではビザを取得してから30日の滞在、観光でも行かなきゃいけなかったんですけど、うんうん、その観光だと30日まではビザなしで行けるようになったんで、うん、じゃあだいぶ行きやすくなりますね。行きやすくなりましたね、うんうん、はい、この写真は、これあの僕の試合の時に現地の日本人の人たちが応援に来てくれて、こうやって僕のユニフォームを着てくれたりもして、うん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 、で現地でこうこう有名になってというか、そのテレビ中継とかあるじゃないですか、はい、そういう時にあの僕が映った後に
こういう風に映るんですよ。今日日本人応援団来てるみたいな。だ現地の日本人の人もたくさん応援してくれて嬉しかったですね。うんうん、へえ面白い。でもそのビザがいらなくなったっていうのもその政権が変わったこととかも影響してる。そうですね。うん、積極的にあの海外から、うんうんうん、あの人を呼び込んで、うん、で企業も誘致してっていうような流れになってますね。うんうんうん、なんかすごくこう古代の歴史も感じながらいろんな国にこう侵略されたり独立したりってい う, こう文化的にもいろんな文化がありますし、食事もいろいろありますし、すごくなんかこう興味深い、うん、日本人もね友好関係がいいって言いますから、うんうん、一度行ってみたいなと思う国ですね。うん、ありがとうございます。ということで今回の特集は柴村直哉さんに聞くウズベキスタンってどんな国でした。一旦ここで CM です。文化が入り混じってるから、うん、まあ、飽きないって言ったら変ですけど、観光するにもいろんな側面を見られて素敵ですね。そうですね、いろんなところがありますね。うん、メジャーな観光地もそうですし、まあ、そういうところから今度コアな場所とかもあったりもするんで、うんうんうん、そういうところまで行くと本当に飽きないですね。そうですね、遺跡マニアとかも結構なんか遺跡に触れてる方多かったですけどそういうの好きな方もねいいかもしれないですね。はい、ということでエンディングを迎えます。番組からの告知ということで、今日22時から柴村さんにご出演いただきます日本代表対ウズベキスタン代表のコメスタを行います。ここから22時までいらっしゃるということですね。はい、この辺りですごい長いですね、はい、すいませんね。ということで試合前後にもプレビューそしてレビューをしていただけるということですので、うん、夜放送の22時からの夜放送の方で柴村さんにはそのウズベキスタン代表についてとか、うん、もっと深いサッカーの話、ウズベキスタンのサッカーの特徴などを伺っていけるかと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして明日金曜日はですね、お久しぶりのトト松とお久しぶりの海外トトということで、うん、Gリーグお休みの間ですね、海外トトのシーズンが始まりますので、うん、ぜひ皆さんそちらもトト予想してみてください。はい、はい、ということで何か告知あったかしら。あ、そう、うん、2月11日、ここ個人的な告知なんですけれども、うん、2月11日にの昼に、うん、大阪のロフトプラスワンというところで、うん、なんか私のトークショーをやるので、うん、ぜひ皆さん来てください、うん、あのもうチケット販売してるっぽいので、うん、買ってください。これはあれですか、アーセナルについてとかじゃなく全部いろいろな、なんか私について、はい、私のいろいろでもそうだから、アーセナルもそうですし、うん、まあ、大阪のロフトさんが呼んでくださったっていうのもあるので、うん、今年の今シーズンの阪神タイガースについて、うん、私の大好きな矢野明弘監督がね、はい、就任しましたので、ちょっとキャンプとかもね2月は始まりますんで、うん、まあ、そのこともそうですし、うん、あと2019年はラグビーワールドカップの年でもあるので、うん、ラグビーも行くんですか。ラグビーもだから先週超出たかったの。そうなんですよ。そうね、佐々木香織クイズをね、じゃあ行いましょうかね。うん、はい、時間足りますか。そんなに詰め込んで。ね、だからもう何でも、ね、で、まあ、その信長の野望とかね、そういう舞台のこととかもお話しするということで、ああ、まあ、なんか 何分何時間やのか知らないですけど、うん、たっぷり何でもお話ししたいと思いますので、うん、ぜひあの関西方面の方、東京からでもいいです、はい、ぜひお越しいただければと思います。お願いいたします。はい。はい、ということで、ね、ちょっと延長してしまいましたが、皆さん今日はありがとうございました。ここまでのお相手は、私、佐々木と安田さん、そして柴村さんでした。柴村さん、夜もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、夜も見てください。バイバーイ。